けないなって。ああ、実力が足りなかった。東京ドームでこんな試合してしまった。人生うまくいかねえ。あ、鳥だ。美味しそうです。これで引退します。なんかもう受けないっていうか、よくここまで来たじゃないですか。まあ、楽しめましたよ。グランプリ優勝候補大本命朝倉。今までで一番プレッシャーは感じてたかもしれないです。このトーナメントに滑りかけてるんで、絶対優勝しないといけないなっていう感じですね。期待して期待してくれるよ。東京ドームにも神道伝説を伝えこうか。自分のお母さんね、シュールバーナ小池です。東京ドームで新しい伝説を作るのか。ライジンライト級タイトルマッチを行います。日本で強くなった令和のヒクソン、新ユニスバンチャン、オベルトサブシソウザ、お弁当の中身についていいです。あ、鳥だ。美味しそうです。お腹空いてる。今回から取り入れてみました。やっぱ試合はあれですね、慣れてますね。久しぶりだけど、はい、いい感じです。泣いてました。病院に行く車の一試合だけ。新たないつ終わっても悔いはないという覚悟を持って、井上との通し合いに応じてみせます。早くもただならぬ空気が漂ってきた東京ドーム、いよいよバンタム級トーナメント1回戦好カードが始まりました。さて高田さん、はい、この2人の対戦ですけれどね、非常に注目されている一戦ですね。大注目ですよね、はい、距離だよ距離、無理な距離でいかなくていいぞ、いきなりな。距離取ることをメインに足から攻めていくっていう感じですよ。ちょっと足が心配だけど、足やられたいっすねなんて思ってたけど、そうそうそう、数重ねられたら、そうそうそう、そういう感じだと思って、ちょっと足出たんですよ。高い志を持っています井上直樹、まずは目の前の強敵石渡を迎えていますが、ここまでの展開まずは様子を見る形になっていますが、フェイントをかけていきます井上ですが、左フック出していきました石渡です。さあフェイントを出していこうというところですが、今カウンターを合わせようとしました井上の方でありますが、いろんなパターンを考えてましたけど、まあ、カウンターは狙ってたんで、まあ、振ってくるっていうのは頭にあったんで、足でフェイントもかけてますし、全然問題はなかったですけど、やはりこの緊張感ですよね。田尻さん、はい、お姉さんの水木さんがですね、やはりそうですね、おーっと、カウンターだ、おっと、ここが一番盛り上がりましたね。あそこでイケイケって聞こえちゃったんだよ。全然聞いてはなかったですね。よく見ると足とかも当たってて、ちょっと体勢崩しちゃったんですよ。腰が崩れました。テンプル入りましたね、経過します。おーっと、ジャブ打ってるんですけど、自分も合わせてて、右肩とここ同時に肩とここも効いたんですよ。おっと、ここは打撃でなんと一緒渡りが一気に絞り込む、返していった、返していった、井上サッカーのキック、今後半からバトン逆転、すごいね、なんだこの戦いは、怪物だね、これが格闘技だ。いや、確実に効いてましたね。見事な勝利、一瞬チャンスをつかむだけの石渡でしたが、そこにカウンターでお返し、井上直樹見事逆転勝ち。最悪の負け方した。サッカーボールでしょ、
なるほど。でもやっぱりその勝負感でしょうね。まあ、空いてるからね。頭打ち割れそうに痛い。ダイダナイズでめちゃくちゃ頭痛いね。はい、これで引退します。ごめん言っちゃって。大丈夫です、これまでどうされるか考えてないです。これから考えます。ただもうこれ以上やっぱできないですね。ありがとうございました。トレーニングの時に天心くんも一緒にいて、フリップとかを用意してやるのがいいんじゃないかって言われて、今回も得意のチョークで1ラウンドを取れてよかったです。本当はもうびっくりマイク当ててもらって何も言わないっていう感じでやろうと思ってたんですけど、まあ、でもライジングガールに読んでもらった方が良かったんです。そのままシーンってなるよりかは。おめでとう。ありがとうございます。すごいじゃん、あなた。本当おめでとう。修理者の高津。お待ちください。結構盛り上がったんじゃないですかね。観客の声もすごいおーっていうのが聞こえたんで、まあ、自分も危ない場面もあったんで、それも含めて盛り上げれたのも林渡選手のおかげかなっていうふうには思いますね。もう1年前から言ってたんで、やれてよかったですね。はい。自分がディープなんでしっかりシュートに勝ちたいと思います。こんな場所でできるのは嬉しいです。シュートが最強だっていうことを証明するためにバンタム級トーナメント出場したので。普段はコラッケホールなんで、すげえ東京ドーム。お待たせしました。ライジンジャパングランプリ2021開幕。団体の一心をかけた大一番です。さあ両者の団体を背負った1回戦、今ゴングが打ち鳴らされました。トーナメントルール5分3ラウンドが始まっています。さあまずは初参戦の岡田亮について、ここは川尻さんに伺います。どんなところ期待されてますか？いやとにかくね、冷静ですよね、はい、本人も言ってる通り相手の嫌なところで戦える。ボテは攻めていく。はい、想定してた戦い方とは違かったですよね、はい、どっかで組みに来るんだろうなっていうような思いだったんですけど、ずっと打撃戦になって楽しみですよね。技のデパートと言われているので、そして攻めていく、今前に出ていったら元谷勇気。組み技のことはあんま考えてなかったです。打撃で圧かけていこうかなと思ってました。最後元谷も膝を出していきました。残り第1ラウンドは20秒です。この膝いいですね、はい、首相撲も意外とあんな使えるのか、あれでペースつかめたかな。テイクダウンもあるどうかな、全部あるぞ。手の土俵に上がらない、それが話していた元谷。初めて岡田がここで首相撲テイクダウン、まあそこから肩技もいけるかなと思って狙ってたのもいたんですけど、ね、さあどうか決着するのか。ここで第3ラウンドのゴングです。ジャッジ和田、赤元谷、2人元谷、赤元谷、ライジンジャパングランプリバンタム級トーナメント1回戦、判定3対0で元谷勇気が現シュートチャンピオンを下しています。いやでな、自分の顔見てびっくりしました。こんなに腫れてると思ってなかったし、まあでも本当それだけ元谷選手のパンチが当たってたってことなんで、元谷選手の方が本当全てにおいて上回ってました。
シュートのみんなに申し訳ないなっていう、ただそれだけですね、はい、いい試合ですよね、やっぱり強い、本谷さん、すごい強いんで、頑張ってもらいたいと思ってます。まずは続けてほしいですか？いやもう彼が辞めるって言ったら辞めなし。まあ、シュートの防衛戦は必ずあと1回やろうっていうのを決めてるんで、はい、フレッシュ当ててんだけど結構倒もう最初から行くって決めてたんで、まあ、それでいいペース取れたんで、もうちょっと打撃でもしっかり決めれることを意識したんですけど決着できなかったんで、そこはちょっと悔しいです。まあ強いですね、はい、でも来週いいと思います。2大会で自分が選べる立場だったらもう行く感じですか？あ、全然、はい、行きたいです。結婚とかするためにお金必要なんで来ます、はい、はいはい、もうやってこいと、金稼いでこいと言われたのでしっかり頑張りたいと思います。ご当地ファイターとして意地と執念で取りに行くんで。俺が山岡町最強だ。今からおよそ7年前、一人のジャッジが引き分けをつける0対2の僅差で大久保に敗戦。あの戦いの続きをトーナメント1回戦で。リベンジなるか春日井、それとも下馬評通り大久保が制すのか。今ゴングが打ち鳴らされました。画面左側、紫のトランクスが春日井、右の緑のパンツが大久保博正です。あの左のジャブ、はい、春日井選手の左のジャブは大久保選手よく見えてるね。そうですね、かわしていくようなところがあります、うん、当たってはないですね、ジャスティン、はい、さあ一気に前へ詰めていった。おお、入った、いいよ。一発目のフックでちょっと右手が折れちゃって、2ラウンド目からもう右手がちょっと痛くて使えなかったので。ちょっと打ち合いにはいけないなっていう感じで、でもこうテイクダウンするしかないと思って戦ってました。さあ腰を持ってテイクダウンしていった。背中をつけさせましたかね。前回も組強くてテイクダウンがちょっと寝かされて、やっぱりそこが強かったですね。粘らない。倒していった。素晴らしい。テイクダウン。パウンドを放つ。さあ第3ラウンド、今ここでゴングです。赤大木久保、赤大木久保、赤大木久保、3対0で大木久保まさ。ああ実力が足りなかった、やっぱ強いな。応援してくれる人たちの笑顔を見たかったんですけど、まあ、僕の実力不足で2年です。2ラウンド目からもう痛すぎてラッシュされてたらマジでどうしようと思って、まあ、デビュー戦が下北沢タウンホールで本当に300人ぐらいのところからここまで来れたので爆発させてやろうと思ったんですけど、東京ドームでデビュー戦みたいな試合しちゃった。人生うまくいかねえ。いやすみません、本当すみません。こんなこれは現実だよ、僕は。拳の方は2回戦までには大丈夫そうな感じですか？大丈夫だと思います。頑張って間に合わせるようにします、はい、井上直樹選手か朝倉海選手、今日いい勝ち方してたんで戦えればいいかなと思います。もうしっかり倒します。もう KO、 そうですね、 KO できると思います。今までで一番プレッシャーは感じてたかもしれないです。なんか本当に今回はこのトーナメントに全てかけてるんで、もう全力で格闘技に向き合って絶対優勝しないといけないなっていう感じですね。
ライズ第3代バンタム級チャンピオン朝倉海の登場。初代ファイティングネクサスバンタム級王者、元祖シューターの血を受け継ぐ者、 MMA で勝負をして寝技で首を取る渡辺修斗です。海外挑戦の前にまずこの日本一、日本最強を証明して、そして海を渡りたい。運命の第1ラウンドのゴングが鳴らされました。向かって右側朝倉海、そして対するは渡辺修斗です。あっと食いついていった渡辺、はい、いきなり行きましたね、渡辺がまずは食いついていきました。タックルに来てくれるのは分かってたんで、まあ、そこに膝を合わせたり、切ってからのサッカーボールキックとか、その後のなんかパウンドを狙ってました。結構足が触れてタックルに入れて、自分の当初のプランではそこから倒さないでスタンドのままバックに行くっていうプランだったんですね。だからそれをやろうとしたんですけど、その際の攻防がすごく上手で腕を入れてきて、そこで迎え合われてしまってバックに回れなかった。あ、バックこれね、バックを取らせたくないんですよね、朝倉海ですね、はい、グラウンドグラッピングが渡辺修斗、そして蹴りを入れてきた、グラウンドリング、グラウンドリング、危ない、右パウンド落としていった、 いきなり来ますね、お互いですだね。積極的に、ね、渡辺選手は、ね、はい、こうやって仕掛けていきますよね、やっぱり打撃じゃちょっと分が悪いってのは分かった、はい、うん、海選手はやっぱりあの体幹足腰が強いっていうね、なかなかあのテイクダウン取れないって定評ありますからね。あのわざと寝技を誘ったシーンがあったんですけど、わざとバック取らせようとして、でそういうとこでも来なかったので、バックに行けるんですけど本当は、だけどなんかあえてそこで行かなくていいかな、徹底しました。再び堀口に挑戦するためにも、海を渡ってアメリカに挑戦するためにも、なんとしてでもこのバンタム級を制さなければいけない。結構入ってますね、さて、上がりました、やはりタックル、そうですね、グラウンドに行こうという渡辺、渡辺選手は、はい、まあ、綺麗にテイクダウン取るというよりは、とりあえず足に触って、しぶといな、それ逃がすなよ、まだ硬い、まだ硬いぞ、綺麗にテイクダウンするのは相当浅倉選手難しい、ディフェンスが上手いので、はい、崩してバック取りたいと思うんですよね、はい、まあ、自分はバックコントロールは本当に自信があるんですと渡辺修斗も話しています。ギロチンは一か八かでしたね、多分これミスったらやばいかなと思ってますけど、行くなら今しかないと思って、全然決まってない、浅いのが分かったんで、とりあえず置いてもう次のそのパウンドに行こうっていう考えになってましたね。どうですかね、クラッチをして左腕を巻きつけていく、普通だと決まりづらいんですけど、これアローラーネクロク系でちょっと入ってませんかね。ここで渡辺シュート、いけいけいけ、こっちに受けた、よし、朝倉の首を締め上げにかかりましたが抜けた、いい感じのギロチンでした。なるほど、そうパンチを当てています。そして今上にガードポジションの渡辺修斗に対して、ここからいやすごいね、パンド強烈なパンド、さあ渡辺さんだ、見事朝倉海バウンドアウト、塩人気で1ラウンドで決めてみせました。一発目のパウンドが入った時にその目が飛んでるのが分かったんですよね、もうふわってなってるのが分かったんで、あ、もう効いてるな、効いてるな、判定は2回くらい飛んだっすね、なんかもう動けないっていうか、怪我はないですけど、でもやっぱりこの前の3月のがなんかちょっと残ってるのが、すぐ練習とかでもやっぱ揺れてたんで、やっぱ一発もらった時は結構頭が強かったんで、名古屋大会
終わってからすごい自分の状況が目まぐるしく変わって、もう本当に、まあ、今までにない経験とかもたくさんさせてもらったんですけど、まあ、ちょっと静かに、まあ、大好きな猫たちと一緒に家で静かに平和に暮らしたいなって、まあ、それでちょっといろいろゆっくり考えたいなって思ってます。自分の中でやりきったのかなって思ってますけど、まあ、私はめっちゃ悔しい。私が引き止めて多分ここまで続けてるんで、多分本人はやりきった感があるんじゃないかなって思って。よくここまで来たんじゃないですか。でこういう舞台で朝から海選手と戦えたっていうのは本当に、ね、本人ができる、まあ、精一杯のことをやれたんじゃない、その結果でも頑張ったと思いますよ、はい。まあ、楽しめましたよ、去年の大晦日、たくさんの人の期待を裏切っちゃったんですけど、また強くなって戻ってきました。このトーナメント絶対僕が優勝するって約束します。皆さんこれからも応援よろしくお願いします。まあ、一安心っていうのはやっぱありましたし、やっぱしかも負けからの試合だったんで、まあ嬉しかったですね。やっぱり強いなと思いました。まあ、全然スタンドでもできると思ってるんで、前々からまあ強いなとは思ってましたけど、はい、まあ、全然問題ないです。強い選手ですね。しっかり対策立てないといけないなっていう感じですね。だから、はい、確か高校も一緒っすよね。確か本当っすか。確か高校の後輩だったと思います。おお、ちなみにどこっすか。ここは豊橋工業高校ですね。一緒なんですね。すごいですね。次2回戦誰と戦いたいですか。優勝して当たり前だって言われてる、まあ、状態で、まあ、そのプレッシャーをかき消すぐらい練習して自信つけて、まあ、当然って思われてるなら当然優勝賞が。なんか掴んでる。ああ。もう掴んでるから。大失敗しちゃってブリーフ。見てやる。でも内陣ルールは。正直でまあ1ヶ月前で自分のまあ最強してたヒットでやるで、ずっと肘。会見では引退しようかなっていうのを考えてますけど、私信じてるあなた、ここまでいつもありがとうございました。はい、すごいベストプレーであなた、はい。